そのこれを開発する頃にセールスの業界で短い時間でセールスをしてパッと注文をもらうのはね、その早打ちマックスポットセールスで早打ちマック抜き打ちの情って流行ってたの、あっという間に注文をもらうっていうのはね、それからヒントをもらってる、なんか電光マック早打ちマックでさっさと取れると、でそれがね日本の占有率で圧倒的1位で、これ言えないけど狙いも分かってるって言ってる。で電光になる人はみんな2つ買うわけだから、これをね、でこれがもうその狙いも分かってます。でそういうの1位が25か30近くあるのね。でこれはお聞きになったことがあると思うけど一応参考まで言うとくとね、こうコンセントがあるじゃないですか、こういうふうにこうコンセントがね、でこれやってたらグラグラするでしょ、タコ足になるともうグラグラ、だからその山田社長がこっちこうしたそうです。こうしたらグラグラならんだろうとビスで止めてね、そしたらすぐ松下電器、真似した電工がパッとしてきたんじゃないですか、うわよし行けまた真似してきた、よし行けほんでね、今この穴がね30ぐらい入らないほんで社長売れますから、いや売れないだけど、一定以上行ったら向こうもうギブアップしたって言うんです、ほんでそれ作らなくなった。だからああいうサラリーマンと争う時はとことんやらなきゃダメだとかね、もう戦略家なんですよ、それを表に出さないの。で私はそういうね一時作りの研究してるからずっともうしつこく聞いてたわけね、でどこまで勝負しましたかとかね、そしたらもう向こうがギブアップするまで、でいくら売れますか、いやもう一定以上だから注文ないよ、しかしカタログに載しとくと松下電工が真似しないんだ、だからあのうちのインターネットで見たらブワーッとあるよっていう、でそういうなんかやっぱりちゃんと戦略ルールをマスターしてるんだあの社長ね、でそういうことを知らないでただ働かない方が儲かりますつぶれるだけとかそうだけどね、先生ね、それね、それも戦略なんです、あの人の。あ、戦略ね。それでライバル潰すんですよ。で、テレビ局を来させるためって言ってるんですよ、なんか長時間労働中ったら誰も取材に来ないテレビ局が。はい、それから4ページですね。7番。100周年の、高速発表100周年の記念講演会記念行事をちょっと今年の、10月11月にかけてやりたいと思ってますね。で一つは、8番目ランチェスター先生の墓参りツアーをですね、ですけど10月2日が高速発表日ですから、こっちを出発するのが一応9月の30日ぐらいじゃないかと思って、一応ですね、まだスケジュール決めてないし、これから旅行会社に交渉します。でまず代理店さんに1回募集してですね、一応全部で20人最大値で、うちの家族が行くんです、ちゅうのはね、これをもらうのにずっとやってくれたそのうちの長女の智子がね、子供を連れてってやっぱり行ったんですよ、そのフレッチャーさんの愛にね、でその関係で仲良くなったから、子供がみんな大きくなったから、今度イギリス訪問するのはもう最後になるから、ちょっとフレッチャーさんにそれだけこんな小さかった子供がこんな大きくなりましたよっていうのをちょっと見せねえかんね。でうち家族が5人ぐらい、普通の方は15人しか募集できない、もう場合のうちはあと2人ぐらいいいですと、ね、いうことで、まあ、私も年だからもう墓参り最後になるかなと思ってるんですけどね。ということで、9月の30日ぐらいに出て、1日か2日にランチェスター先生のお別れお参りして、あと見るところが何かしようかということですね。
料金は円高円安の関係で変わりますけど、一応25万円もら見取っていただいたら大丈夫じゃないか。これはお土産代は別としてですね。で日数は約1週間で考えています。でこれ以外にその上を見ていただくと、100周年記念行事をですね地域でやって、東京、大阪、福岡3カ所ぐらいで、まあ、1カ所でやると大変だからですね、まあ、3つぐらい分けたらどうかなと思ってるんですけど、これは皆さんにですね提案です。ですから3カ所でやるときは地域の担当責任者を決めてチームを作って、どういう手順でやっていくかということですね。それでこういう場合やっぱり映画の入場券と相撲の入場券と同じチケットを作ってね、そして知り合いの社長に、まあこれどうでもいいんですけど、2枚売ってくれたらあなたタダと。1人の社長が2枚売るでしょ、3枚売ったらタダでもいいですよ。だから SMI の上岩さんが何年か前に1000人近く集めたじゃない、あの時これ作ったチケット作ってた、ね、多分ナスコは毎回作りますね。いや、シーホークで大会開いたじゃない。どういう感じで作りますね。これ作るよね。それやって、知り合いの社長に預けて、買い取ってね、そこで一応預かり金として預かっておいて、名簿を作っておいて、何枚売ってくれたらあなたはタダということにしとくと、まあ、だいたい500人以上集める場合は、みんなそれやっとるから、この3カ所でやるから、そんなにたくさん集めなくて1箇所で200人ぐらい集まればいいと思ってるんですけどね、うん、それだけやっていくけど、これから先はこれは皆さんの検討課題ということですね。で講演会の構成内容はどうするかとか、運営方法はどうするか、経費がどれぐらいいって、差し引いた経費の残りの儲けが出たらそれをどうやって分けるかとかね、それはまあ地域ごとにチームを作って話し合っていただくといいと思います。ということで、これが検討課題ですね。でちょっとあと10分前ですけど、一応これでね、今午前中が終わりまして、そして今日は日曜日ですから、レストランなんかあんまり空いてないですけど、適当なところで見つけていただいて、適当に思い思いに行っていただいて、この一番7番のところをですね、話し合っていただくといいかと思いますね。ということで、ね、できたら地域ごとに一緒に食事されながら話されて、昼からこれを決めろと思っています。先生、はい、昨日中洲に行った連中でこう話し合ったんですけども、はい、昨日ランチェスター先生の写真もありましたけども、はい、先生のそういうのを作ってほしいんですね。お願いします。いやまだ家じゃないんで、それがあった方がですね、気合が入るという話になったんですよ。で先生の本の後ろにこうあるような写真を使っていただいてですね、学部をこう先生の学を作りたいというのが盛り上がりましたね、中洲で。ぜひそれをしていただきたいと。
ちょっと早いような気がする。いやいや早くない。もうそろそろしていただいてるんで。そうすることによって気合が入るというメンバーの話でしたので、ぜひ先生の、ランチェスター先生のも今言ってますけども、先生のお願いします。約束してください。あ、ロゴマーク入れたらいいね。ね、ロゴマーク。それでさっき言ったようにね、これ。現象を手に入れるのに力を尽くしてくれたのがうちの長女の子供と一緒に、ね、で嫁さんも言ってる。嫁さん来ております。ちょっと嫁さん、ありがとうございます。アスレチャー、あの図書館のね、コエント大学の図書館の館長のフレッチャー先生にね、もうお礼行かないかんから、日本で100周年の大会開きましたって言ったらね、開きますとか言えばえらい喜ぶと思う。ということで、あの地域、もし地域ごとできたら、あのこっち100周年のスケジュールをしていただいて、私の家についてはまたそんな家じゃないっちゅうの肖像写真、先生もうこの開催地の参加者で決定。いやいやいや、それは北陸3県でやるならやっていい。あ、わかりました。北陸は3県でやろうや、はい、100人でもいいじゃない、うん、はい、そうそう、そしたら一位作りの、あとドッキングしてちょうどいいね。一位作りのメンバーに10枚ずつやってもらえば、100はすぐ集まるね。小島さんの実力なら100はすぐいける。こうついでに、あの NPO ランチェスター協会の方にも共同開催呼びかけたらどうですか。向こうが、いや、来たいならどうぞ。そのやっぱり交渉の外務大臣はやっぱり萱野さんが頼むから、いやいやいや、刺されたりして静かになりやろな。それではあのこれで3分で終わり。昼からはこの1時15分で1時15分ですから、ゆっくり話し合ってください。ありがとうございました。東京頼むよ。戦略教材代理店の説明書っていうのがこれですね。こっちの方へ出してください。そんなに変わってないんですけど、今度まあ住所が変わったんで作り直してますから、ちょっと目を通しておいていただいてですね。それで、代理店契約書を、うちは代理店契約書もないしって言ってたら、まあ誰が言ってたんですか。今日考えてたら、声明とかナポレオンヒルとかいうのは、これがマニュアルで、あの1ページがこんな厚いボール紙になって、これが一かかやあるあれやつね。だけど私の場合中身が一緒なので製法が使いやすいんで、これみんな皆さんに言ってるの、これが代理店説明書とあの契約書みたいな。これサインしてもらったら契約書になるの、これ。だからもう形式ばらないっていうね。ですから SMI なんか あのマニュアルなんかすごいね、こんなついよ、一抱えあるね。なんか一抱えが欲しい人はまたベッドに受け付けますから、ダンボールケースに貼り付けて送りますから。そんなことないけどね。で今度あのちょっと1ページを見てください。0点さんの代理店の条件って書いてますね。それで、一応真ん中のところフルセット今度ね、CD のフルセット55巻で DVD が72巻で、価格は別紙の通りで登録料が15万プラス消費税ですね。でまあコンサルタントの場合はロイヤリティをもらう会ってすごいけど、うち取ってないんですよ。だから契約書ないんですよ。ロイヤリティずっと月々取るとらへんがいるからね。だからうちフルセット買ったらもう好きなだけやなさいということだからね。ない。まあ一応作らないかんですけどね。で販売活動できる地域はもう地元を中心に、もう好きだったらどこでもいいですよと。もうこれ人脈で売れるから、人脈が中心になるからですね。まあ人脈中心にやっていただくから、エリアは決めません。それは社長軸、経営計画軸、独立企業軸とかこういうふうになりまして、社長軸をやって顧問契約に行く途中のプロセスで経営計画軸を やると顧問契約になるんですが、今日帰りましたけど稲田さんの場合が
社長事故ずっとやって一コースを 2回ぐらい来た人は経営計画事故をやってました。それで、25万ぐらいもらってたんですよね。経営計画と経営計画は毎年作るからずっといけるんですよね。だから経営計画軸やればもう自動的にこの契約みたいなもんなんですよ。それでうちでずっとやってくれてましたね。それで途中でちょっとあの肝臓、関さん、皆さんは肝臓悪かったのは何やったか。はい、ちょっと肝臓かなんか悪くなって微熱が37度5分ぐらいがずっと続いたんです。それで九大病院に何回も検査に行って原因がわからんですね。だからもうしょっちゅう原因がわからんで病院に行ってちょっとあのそれであのうつ病みたいになってもうやる気なくしてね。病気の年取って病気の原因がわからんと心配するんだよね。それであの3年半ぐらいちょっと仕事に力が入らないのか。それでもう私ももう年になったからもう独立をする、自由にもう皆さんあなたも好きなように自由にした方がいいよということでね。それでまあ、 今やってもらっております。で皆さんはやっぱり経営計画塾で、それがあのやっぱり経営計画ね、相談して聞いてあげてね、で何をしたいかということを聞いてずっと組み立ててる。でずっとこうやってました。5、6人でね、ずっとやってて。独立企業塾もあります。もう今から15年前はあの独立ブームであちこちでやってましたけどね、独立ブームが。もう今は独立ブーム減ったから、独立やっぱ減りましたね。もう新聞のとったけど、あのピークの時の3分の1がだそうですね。あの独立したいと思ってますっていう人。だからもう独立企業塾減ったけど、まあ、あのやりたいという人たまにおるんですよ、うん、それからあの研修と見学について、私の方で、まあ、セミナー開いたり、今はうちの直営セミナーも開いてないんです。あの私がずっとあの原稿書いてたからね。だけど直営セミナーをやっぱ時々定期的に前開いてたんですけど、そういうのにはもうこっち来られた時はいつでも無料で見学いいですよということ。それから代理店、販売代理店さんの設置ですけど、一応人口80万人に1社ぐらいの割合で考えていますと。だから沖縄の場合は2社あるんで135万ですかね、今人口は。どれぐらい、はい、130万ぐらい。130ぐらいですかね。2社ですから、ちょっとまあそれ以上増やしませんけど、バッティングがあるかわからんけど、個性を出していただくとバッティングが減っていきますからね、ぜひ何とかお願いします。で人口が多い市や多い県や市では何社するかは、まあ、近隣との販売店さんとの関係で決めますということですね。だから東京なんかはもう実車作ったって答えないね。あの数見たらすごい数だからね。多分コンサルタントの数が何社おるか分からんっちゅうぐらいだから、実力がついて個性が出たらもうね、相手の、やれるんですけど、まあそれでも限度があるんですけどね。定期的に関東でうちの山下がね、関東地域の世話連絡係やってくれてるんですよ。うちに入った時は副大生の大学生だったんです。私の後輩だったから、大学生だったから奈々ちゃんちゅう、それからちゃんにちゃん呼びしてたんですよね。彼があの東京に転勤して一緒に会社辞めて向こうに行って、東京の関東地域の事務局をやらせてくれということで積極的にやってくれたんですけど、まあ、きちんと月々に 40、50万売ってくださる人が 4、5社ないとね、あの奈々ちゃんに給料が出せないんですよね。どうなるかはこのお二人と一つ5社、あと7社ぐらいできるとね、埼玉県とかね、それから神奈川県でも横浜から南の方ね、横浜から南の方でちょっと人口20万、25万の市があるじゃない、
あっちの方が実はやりやすいのよね。人口が少ない方がやりやすい、帰って。湘南の。湘南の方。それからずっと南にあるじゃないね、あの、ずっとなんかね、市が。小田原まで行かなくての間にね、だからあの辺に1軒ぐらいできるとちょうどバッティングしないでね、いやーとにかく東京はすごい、だからまあ、 あのそういうことでね作っていただくと、関東山下さんがね事務局やってくれるから、それが本気でやれるように、今は収入がないからアルバイトしながらうちを兼業でやってくれてるけど、専業になれるようにぜひ一つ。それからフルセットを採用いただいた後の注文はあの定価の半掛けですね。それから注文いただいた支払いは原則として、代金控えですと、申し訳ないですけどね、原則としてもやってます。それからあの3ページの4ですね、運送代金はうちの方で負担してます。で海外に送ることがたまーにあります。たまーにね、あの本を読んだっちゅうて外国からあのこの売ってくれっちゅうのがたまーにあるんで、年に何万回、年に1回か2回かあるかね、関さんね。ね、それないか、もう最近はないから。で香港から言ってきた人を売ってね、で海外の送金とか大変だから。送金とかどういうふうにするかなと思ったから、困ったなと思ってふと考えてね、国内のあなたの国内の親戚か両親か親戚の人に頼んでお金をうちに振り込んでくださいと、そしたらあなたに商品を確実に送りますかと、ああそれはいいって言って、なんか親戚の人送ってくるね、親兄弟がね、だからどこでも送ります、うん、お金にやり取りするとあの外国から送るとやっぱり手続きがいい、だから国内の誰かに立て替えてってもらって、あなた帰った時に払ってくださいって言ったら、あそれいいやって言ってね、あの何回か売れたことありますよ、香港とね、うん、それから5番、不良品の交換はこれいつでも無料で交換しますから、DVD でですね、一度あったんですけど TDK のやつで作って、台湾で作ったやつで不良品があって、まあ大量の不良品が入ってきてね、返品の山でもう依頼迷惑かけてね、でその、うん、やっぱそういうことがあるんですよね。それからあの CD でやっぱり CD の機械が古くなると音飛びがするんです。ここで返品言ってきて聞いたけど、それは機械が悪いことの方が多いでね、で5、6年前までしょっちゅうあれやったけど、この頃は機械が良くなったんでね、音飛び減ったね。で10年ぐらい前はもう CD の音飛びがしょっちゅうできてた。ですいません、そのうちが機械 CD が悪いのか機械が悪いのか分かりませんから、もう一つの機械で試しにやってくれませんかと、それでも悪かったらもうすぐ交換しますからと、別のやつではうまくいきましたと、まあ、そんならこっちの機械が怪しいっていうね。で最初はそういう説明だったけど、この頃はもう機械良くて、パソコンって皆さん聞くでしょ、あの若い人ね、音も綺麗な音が出るから減りましたね。この頃あの機械の説明はここ1年ぐらいはしたことないです。前はしょっちゅうやってた。それからカタログ、リーフレット、うちの方でいろんなものを作ってます、パンフレットね、まああの30とか50とかいる場合は無料でやらせていただきますから言ってもらって、ただ1000枚とか2000枚になったらちょっとね、1枚の印刷費がやっぱ20円ぐらいいります。両面印刷でカラーですると20円ぐらいになるから、その時はちょっとあの、まあ、負担いただくことがあります。でさっき五十嵐さんが言ったように、それを自分の方で加工し直してまた自分で作りますと、それは自由にやっていただいて結構です。それから上手に取っていただいてね、地元に合わせてやっていただくのは自由にできます。それから8番7番、クレジットの利用、これは今もやってません。あの一時クレジットやってましたけどね、英会話のあのほら潰れたなんて言ってましたか、駅前留学の、あれでもう、大量のほらあの引っかかりが出て集団訴訟ができたんでしょ。あれで一斉にあのあれから2年ぐらいはクレジットをあのいわゆるテープっていうのは、英会話だろうが何だろうがテープというだけでもう向こうの
クレジット会社の人、ジンマシンが出るんですね、うん、うちは経営戦略テープで社長だから中小企業の社長は騙されることあっても騙しないんだからちゅうけどダメダメということで SMI も一時あったでしょ。これも取らんこと、うん、もう一気に取らなくなりましたね。取らなくなって一時ね、うん、バーッとなって、うん、ありましてね。だからこの人は今ありませんから、場合によってはうちの方で自社分割です。金利ゼロでうちでね。だから皆さんの方でフルセット欲しいというお客さんがあっていっぺんに払いきらんというのがあったら、まあ、うちでできる範囲で自社、うちで自社分割で受け付けます。ちょっとうちの席の方が大変ですけどね、毎月の債権管理せないかんから。だけど、まあ、やれる範囲でやらせていただきます。1万円のやつをつくづく1000円払いとかちょっとやめてくれます事務先はあっそれから協力店の設置、販売代理店になった後 PR や見込み客を紹介してくれる協力者を作った後、うん、その協力者に支払うお礼はもう自由に決めてくださいと。だから皆さんの中で気の合う人をってね、まあ紹介してくれて売れたら、まあ、ちょっと2割上げるよ、2割5分上げるよ、3割上げる、まあ、自由に決めてくださいっていうことね。それはもうそっちで自由にやってください。それから販売代理店になる人の紹介について、販売代理店になった後別の販売代理店を紹介して契約が成立したら登録料も含めて紹介した販売代理店の責任を取引としますけど、この時は納入価格の取引金額の 50% お礼を差し上げますから。ですから、148万です。150万プラス55万の 半分は皆さんのお礼いきますからね。それで、実はこの斉藤先生が、ね、3人ぐらい紹介してくれてね、社労士の人3人紹介してくれて、はい、一人が滋賀の中島さんが、一つ水戸の中川先生が、あの人呼ってくれてね、うんうん、でそういうふうに皆さんの仲間で遠いところによってなんか経営戦略の研究熱心な人がおったら紹介していただいて、でその人が裏の代理店になった後、売るか売らないかいいです。名ばかりでも構わんから。名刺にランチェスターやってますって書いてさえもらえばね、PR になるでしょ。だから名ばかりでも構わないから、とにかくね。枯れ木も山のにぎわいということもあるからね。地方で、うちの PR やってくれてる名刺やってくれるだけで、皆さん、ね、仕事しやすくなる。やっぱその宣伝に一番協力もらってるのが海野さんでね。NPO の悪口言いながら適当にうちの宣伝してくれるから、もうえらい広がってね。いや海野さんの声聞きましたよって言ってね、やっぱり私がまた別のとこ声に行ったらね、よく言ってくれるから。それがやっぱり福岡におると、東京から見たらね、田舎のヘボコンサルタントと思われるから、やっぱ PR をね、やっぱしとかないかんからですね。それとて新聞広告出すようなわけでもいかんし、ということで社長塾を含めて紹介いただいた方はちゃんとお礼させていただきます。はい、それからその次ですね、4ページの一番目の10、社長塾の塾長さんの紹介も今言いましたよね、ちゃんとお礼を差し上げていただきます。これ一番紹介した人がですね、静岡でチェンジマスターさんといいまして、日本デジタル研究所 のデージ JDL、 JDL、 あそこの販売店さんしてる人がおるんですけど、TKC が静岡県は圧倒的強い、それを、まあ、崩したいから社長塾長さんにまずしていって、まず塾長さんになってもらって、そして定期巡回すると行きやすいでしょ。だから塾長さんをちょっと静岡県で30件作るって、本当30件作っちゃった、30件、そしたらJDL の本部からですね、ちょっとクレームがついて、あんた余計なことしよるんじゃないかと、何やっとんだって、それ説明したんでしょうと、説明したけどそれ分からんと、
みんなあのソフトを組む技術者が上位役になってるから、TKC の強いところに切り込んでいくときに、デジタルで行ってもいいけど、それよりもはぐらかし、リデルハートじゃないけど、迂回作戦でね、珍しいあの社長塾って勉強会がありますよ、これやったらあの新規客なんかできますよって、うちのやつで入っていって、その後こう入り、二の手を打つ予定だったんですよ。それが理解できないっていうの。どうしても説明しても理解できないから一時休業あの活動を休止しますって、本部から言われたから、ね、3時間ほど作っちゃった、たまげたね。それで2回ぐらい集まりに行ったけど、その後はちょっとねもう遠慮してるんですあの人もね、JDL の本社の関係で、だからその時ちゃんとお礼させげますから。販売代理店の解消についてですね、販売代理店になった後1年間の取引がゼロで、これが2年以上続いたら販売代理店の資格は休止します。これは前の文にもちゃんと書いてますからね。で、復活されるときはいつでも復活されて申し出ていただいたらね、いつでも復活しますから、別にそのこれでロイヤリティを取ったりしてないですから、うちの方はね。ですからやっぱりその中小企業の社長さんに弱者の戦略をいかにこの広げていくかっていうのがうちの方の目的ですからね、また思い出してやっていただいたときはいつでもいいですと。それから CD とか DVD のコピーはもうできませんと、これコピー大阪であったんですけどね、資金繰りによいよ困ってる人がおって、うちから仕入れないでコピーして売ってね、買ったお客さんから問い合わせがあってバレちゃってですね、そういうのがありまして、だからいよいよ資金繰りに困ってる人は誰にもできないということがあってね、コピーして安く売るの。びっくりするよ、これ。それで、いよいよ仕組みに困ってる人はもう、代理店できないですね、怖くてね。何するかからんちゃうね。それから、クレジットの架空契約が発覚した時も、まあ、取り消しますよ。これはまだ一件もありませんけどね。それから、できもしないサービスを言って、お客さんに言って、嘘を言って契約して、クレームがあった時も、これ、取り消すことがあります、だから嘘も言えないようなんですね、フルセット買っていただいたら、また福岡の本部がイギリスの高まりに無料で連れて行ってくれると言ってますよとか言わんのっていただいたらですね、えらいことになるからね。で、蒸気の他に代理店なんか特別なね、刑法上の問題なんかあって代理店を取り消したときに経済上の損失を保証はいたしませんというふうに前も書いてましたけど、一応確認ですね。その次5番、5ページの方ですね。今度出版について、社長塾やって講演やって顧問コンサルタントやった次にやるべきはやっぱ本出してくださいね。本出す、やっぱ古川さんも今度2冊目の本ができるんです。6月までにできるんですけどね、あの人は別に名ばかりの代理店なんですけど、今日も期待中だけどいっぱいだったから断ったらね、ちょっと文句言ってました。売らないんですけど、私と付き合って本出せ本出せって言って2冊目の本出したらもうガゼン本人張り切っててね、やっぱ本が出るとねやっぱ嬉しいんですよね、しかも成績が悪かった人ほど嬉しい。あやさんなんか嬉しくなりすぎてちょっとおかしくなったけどね。確かに。だから本3番目は皆さん本。だから社長塾やって講演やって顧問契約やって4番目が本ですね。と山内さんもですね、もうサラ金の消費者金融の前の玄関の前をうろうろしてたんですよね。いや、本当だ、5年前そうでしたね。そうだよね。それが本を出してから、ちょっとね、本人も頑張りまして、うん、そして、今はもうきれいな事務所。で、この間公園にちょっと呼ばれていきますけど、立派な事務所でね、20人ぐらいの勉強がいつでもできる。それで、勉強熱心な社労士さんとか何人かのちょっと協力者ができててね、できる人が何かちょっと協力者が出てきて、ああよかったなと思ってね、まあ、そういう人がこう一緒にやると元気が出るんですよね。あの社長さんできそうやね、あの女社長さん、ね、ちょっと話したらえらい頭
かったね。うん、まあちょっと合わない人が来とるなと思って。それで本出していただくんですけど、その注意点ですね。販売していただく CD や、その DVD は私が35年以上にわたって研究したものをまとめています。教材で説明している内容を少し変えたり、構成内容を少し変えて CD や DVD を制作したり出版することはできませんと。で、私が長い間考えたやつをあたかも自分が考えたようにはぜひせんとっていただきたいということですね。もうそれはまあ守っていただいて、必ず出すときはどこから転載しているということは買い取っていただきたいということ、それはぜひ守っていただきたい。で、使っていただくのは自由にいいです。使っていただくのはね。だけどやっぱりその文章を少しだけ変えてこれこれっていうのは困るということね。文章少しだけ変えて、もうほぼ8割方一緒、7割一緒というのはお客さんが文句言ってくるからね。読者が文句言ってくるから。でもそれはいけませんと。ということで、アンチェスターの第一法則、第二法則と強者の戦略、弱者の戦略概念。それを自分が長い間研究しているものに応用していただくということですね。で、私は田岡先生の講演を聞いて、35歳の時聞いてですね、そしてすぐもう1年後に完成させたのが戦術です。戦術と新規開拓の進め方、これはもう1年以内に開発しましたね。これはなぜかというと、証拠リサーチの時すでにもう日本一になってたから、飛び込み営業をずっとやってたしね。ああそうかと、それをランチェスター法則で整理し直せばいいんだと。すでにお客さんのところで営業力の高め方とか新規開拓の進め方ってこうやってたんです、アフターサービスの。当時証拠リサーチに私が行った時に10万円以上 の、 契約お金いただくところで無料で営業マン研修やっていいって言って、それとも無料でやってました。そしてああこれ販売戦術を新規に開拓に応用すればいいんだ。で、田岡先生が全5冊シリーズの本を出されて、 4巻目か5巻目がセールスマン戦略でしょ。あれは全部アメリカのコンサルタントの何々さんが言っとるところによる途中で、自分の原稿はないんですよ。全部人の原稿なんです。なぜか田岡先生は物売った経験がないの。だからそれ見てすぐ分かった。ああ田岡先生物売った経験がない、だからイギリスかアメリカのこの人のこうってね。だけどまあ日本とだいぶ違うよっていうのね。ですぐ、これ読んだ、これはもう自分ができるということで、すぐテキストを作る。その次は私長時間労働やってたから、ああこの考え方を時間戦略だということで、3つ目は時間戦略ね。時間戦略にこう応用して長時間労働、それで利益時間戦略っていうのをね応用しております。朝普通の、9時始まりだったら7時半までに来て、それで休日はまあ月のうちの半分ぐらい勉強に当てると、もう誰でも腕が上がります。誰でも人の3倍5倍の仕事ができるようになりますということをやって、これが一番喜んでくれたのが昼食の社長です。だからさ、話を従業員にさせてくれ、はいはいはいということですね。それで商工会議所なんかでこれやったら、もうすぐブワーって依頼が殺到ね、うちの社内でやってくれちゃうね。で、当時やっぱり昼食の社長に更新書嫌いっていうのもあってね、もう仕事で行ったら目の前で名刺捨てられたり破られたりはおったけど、商工会議所で講演聞いてからね、いや見直したよって言って出てきなさいって言ったら、もう小切手が用意してやるとかね。もうだから、ああ講演っていうのはすごいなっていうのね。で、講演はすごい力がある。で、それなんで知ったかというと、フランク・ベドガーがね、私が今まで飛び込み営業では絶対出会えないような人と出会えるようにするのが講演だと。で、講演をやると今まで出会うことが難しかったような人が参加者の中におったらね、次の日か、いやご参加ありがとうございますと言ったら、秘書はそそそと降りますだということでしょ。アメリカはもう秘書がみんなこうね、席所を作ってるから、いや
や昨日の講演させていただきましてね、社長さん熱心に聞いていただきまして、ちょっとご挨拶来ましたったらフリーパスよ、秘書もね、だから講演をしたことは良かったって書いてるんです、3冊目の本に、うん、ああなるほど、それ読んでからよし講演しよう、で私34から講演始めた、ちょっと今から思えば厚かましいですね、34で先生って言われたからね、34歳、それからこれやってるんですよね、うん、ということで、ぜひ本も出していただいてね、うん、西田さんも本書けるね、ぜひ書いて、そうそう、古川さんみたいにやったらいいから、古川さんが書いたのがね、ずっと取材型で、村上さんっていう人を追って、この人にお金を70万か80万出して、そしてずーっと自分がやりたいことを、得意なことを喋って、その人を村上さんがずーっと書いていって1ヶ月で本になる、そして自分がもう一回見直して、もうそれでいいんですよ、自分の取材記者に書いてもらう、それで北海道に村上さんという人を追って、文章が上手い人だ、別に村上さん頼まなくても地元でもね、ちょっと文章の上手い人と話して、きちんとした文章が書ける人かどうかを確かめて、その人が手がけた本を雑誌とかを見たら大体やれるかどうか分かります、でそれだけの実力があると思ったら、私がずっと話すやつを、原稿にしてくれませんかと、で料金はまあ70万80万でもし、相手がちょっとお金に困っているようだったら60万とかですね、相手で話してて、私なんか3ヶ月1冊も書くの、私なんか3ヶ月かかるけど、これの早い人はね、大体きっちりメモしとったら2週間で書くからね、早いよ、うまい人はね、慣れた人はスピードが違うね、これが、だから村上さんなんか1冊も書くの2週間でいい、私3ヶ月か、でそれで向こうの人がもう文章慣れてる人はずっと取材してて、もう章立て、ああこれ1章はこの章にして、2章はこれにして、あれとこれをこっち持ってって、これ持ってって、もう頭の中でもさーっとできるっていうね、だいたいただしインタビューは2日間かやっぱ2日間かけないと情報が足りませんって、ね、2日で10時間話を聞いたら、うん、だいたいできる、そうよね、私の前の本がそうだった、あそう、ね、で半分ちょっと使えなかったんで、まああれしたんですけど、その時はね30万でした、30万、出版社が連れてきたのが30万、30万でね、でちょっとかわいそうと思ったんで50万払ったんですけどね、一般には30万ぐらい、検索したら今山ほどもいます、みんな待ってます営業力のない書き手もおるわけで、もう山ほど登録ネット上に登録してるんですよみんなで、検索してくれるのね、みんな待ってますよ、フリーの編集者がもう山ほどいます、ぜひね小島さんも西谷さんすごく書けるね、前の経歴がやっぱりユニークなんです、うん、で気に入らんかったら叩き潰すとかね、まあ、でやっぱりその変わった経歴の人の方が読んでて面白いからね、うん、理論は同じでいいじゃないですか、書けた理論、ね、そう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 、ざっとの半分は同じでいいんです、理論同じで、あと残りはね、自分の体験とお客さんの事例を出せばいいんです、だからね、勉強宅からね、必ず言われます、同じやんで、いいんです、それは客じゃないからいや、ほんとだから最近のマンチェスターだってみんな同じじゃないですか、理論は、それでいいんです、そうで、事例と自分の体験出せばいい、事例、そうそう、自分のお客さんの中から事例拾って、ね、それで全く OK、北海道の人は車で乗ることが多いから読書率が少ないんです。で車乗るところは本読む時間がないから。だから他の本とダブってても全然わからんから似てる。それらしい。だから取材型でやってもらったら書けるからぜひねやってください。私も本が書けてね、一冊目の危ない会社の本が出てから人生変わりましたね。そしたらもう自分にも書けるんだということが分かったしね、おかげで会社はクビになったんですけどねそれで、ああ書けるんだということがね、うん、それで私の部下が草刈りって言ってね、
同志社大学出て文学青年志して、それで文章がめちゃくちゃうまくて私の部下に来たんです。それで私は文章がまるでダメでね、どうにもならなかったんですけど、私の部下に来て一緒に原稿を書くことになったんです。私が書くともうなんかわけわからんわけね。でそのうちに、まあ、草刈さんという人が言いまして、武田さん、あなたがこう見つけてくる着想はユニークだから、これ書き直せば良くなります、うん、私が書き直しますから、もう好き勝手に書いてくださいと、うん、だからぶわーっと書い取ってポーンと渡しとくと、次の日見たら、おお、こんなに綺麗だと、うん、で結局それで分かったんですね。だから草刈さんと出会って本が書けるような自信ができた。それはね、上手い人に頼めないということが上手い人に頼めるね。これが中身。中身にその独創性が、中身に独創性があるかどうかですね。で独創性があって珍しい、見方をする。それでレベルが低いと。分けるでしょ。でここが2番目で、1番目が、文章力、読みやすいかどうか、これが文章力良い悪いですね。それで本読んでたら書いてありましてね、真に読者を引きつけるのは物語である。確かに物語っていうのは引きつけるでしょ。だからさっき海野さんが言ったように事例っていうのが引きつけるわけね。それも、珍しい事例の方がいいね。それ物語だから、真に人の心を打ったり真に読者の心を引きつけるのは物語である。確かにあの創業者の苦労物語とかね、それからあの彼のここ一番の社長の実は私は捨て子だったんですと、ここで戸籍謄本、戸籍謄本があるでしょ。戸籍謄本に、両親が不明なんです。ここで養母ってなってるんです。こういうふうにあの日経の記事に書いてありましたもんね。そういうとグッと米がいきますね。え、あの社長が捨て子だったのっていうね。これ真に、人の心を打つ、真に人の心を引きつけるのは物語である。あ、なるほど。私その物語がやっぱ下手なんですよね。でそういうのを上手に入れていくのが文章力、あるいは構成力。こういうのがやっぱりちょっと才能が違いますね。構成力。それで、中身があって独創性が高くて良い文章だったらこうだから、これ一番です。これが一番いい。だからまあ司馬遼太郎先生なんかはすごいよね。あの先生の原稿なんか見たけど、400字詰めで訂正してるのが1文字か2文字しかないからね、うん、驚くよ。万年筆で書いてるんですよ、うん、後でずっと何回も読み返すけど、筆入れてるのが1文字か2文字よ、1ページあたりに。だからもう頭の中でもう全部こう出来上がってるのね、うん、で村上さんに、あなたはだいたい原稿書いた時に400字詰めで何ページぐらいまで頭の中で大体整理されてますかって、大体10ページから15ページ、体の調子がいいと15ページぐらい頭の中に入っております。だから訂正が少ない。私なんか3行ぐらいしか入ってないから、後からもう消しゴム。もう私消しゴムもしょっちゅう買いに行くよね。消しゴムしょっちゅう文具屋さんに行くよ。で、文章の流れが良くて、ここは流れがいい、読みやすい。ここで独創性がある。これが一番。二番目どっちか。こっちなんですね。ほとんどの人は大衆なの。大衆はね、中身よりも読みやすさなんですよ。で、クロート用中ならこっちね。だからコンサルタントがお客ならこっちが二番です。一般の大衆はこっちだから。で、中小企業の社長で車運転して仕事で走り回ってる人は本をね、緻密に読んでないからね。読んだとしてもせいぜい10ページか15ページでポンとほったらかしてね、まともに読んでない。4番目こっちですね。中身はない文章も下手、これやめたがよかろうですね。これでリライトに頼むでしょ。その文章屋さん、リライト屋さんに頼むと、
これがあればこう来るんですよ。これがこうね。これのないのは煮ても焼いても食えない。腐った魚は肥料にしかならないんですね。これもうだから中身がないものはどんなうまいそのリライトさんに頼んでもものにならないんですよ。だからその人独自の考え方、独自の経験、独自のなんか、見方とかね、いうのが。だから私の場合が、物理が大好きで、国語なんか最低でしたね。もうずっと最低で、高校3年生の時はずっと最低、点数が。もうどうにも並んでですね、国語だけ、国語はもうダメだと社会歴史がついでにダメになるでしょ。だからもうえらいことでした。それでもう1年生から2年生に上がるときに、高校のとき上がれないんですよね。あと冬休みと春休みのときに 特別補習があって、冬休み1週間、春休み1週間、これ全部出たら上に上げてくれるんです。でこれ私たちは4学期って言ってます。25人くらいメンバーみんな決まったの、おまた来たかお前らって。で最初先生が来る、春休みなんかね。春休み中は先生にとって一番あのリラックスできる時だそうですね。もう全部終わってやれやれと、しかるべき時に君たちが勉強せんがゆえで私が今日来ざるを得なかった。50分の授業で30分説教なんです。それでちょろちょろよ。で次来た先生がまたバカなアホのクソの、また30分バカ、ひたすらかい。その時ひたすら二郎さん。ふと開けてくる。一人ね、ちょっとあの怒って喧嘩して帰ったの。それ当時で落第、留年した。一人で怒ってやめちゃった。あんまりバカにされて。私なんかバカにされてもその通りと思ってるから。国語の女のおばさんだったけど、だいぶ年取って本出した後だったけど、街でパッタリ会ったら、あら武田君じゃないの。ああそうです。どうして先生私の覚えてるの。あんたの答案ほど読みにくいものはなかった、だから覚えてるって言って大学の先生も言ってたね。それが本かけた。なるほど、ここさえあればね。私は物理が好きだったから、物理で経営を考えていく、電気で、電気の法則で経営考えていって、物理的に考えていくことやったから、うちの私の部下だった草刈さんとしてもね、これ平戸の、いや佐世保の出身で、高田さん普通のコンサルタントは文系の人多いけど、あなた理系で考えるからね、あの珍しいことを考えるから文章直せば読めるようになるから、うん、どんどん書きなさい。そうするとね、おお自分の文章でこんなになってるうちがね、もう嬉しくて、それから文章研究したんですよ。だから、珍しい着想を持ってるか、あるいはここは過去の経験ですよね。だからユニークな経験、それから性格が少し変わっていたね。性格ね。だから性格が変人、経歴変わってる変人、それでちょっと珍しい見方をすると、いうとこれはもうそれは上手い人と出会うとここに、ここに近い。ですからその古川さんがですね、私が本出せ中だけど、一冊目の本もこんなに書いてきたけど、もう読まれたもんじゃないの。こんなに書いてきたの、一冊。で、2週間ぐらいほっぽらかしとったら、返事がないって言って文句言ってきたからね。うん、悪いね、古川さん、読まれんよ。寂しい。あなたはいくら出せるねって言ったら、いや、それはいくらでも出せるんですよ。言うから、それじゃあ、あの北海道の村上さんはね、独立したばかりでちょっと仕事がないようだから、ちょっと7、80万出せるならちょっとそれで電話するけどって言ったら、いやいいよすぐ頼んでって言うからね、別にお金じゃないからって言うから、ただすぐ打ち合わせしてきてくれて、2日間インタビューして次送ってくれたらね、これ1年ちょっと前にパッチパンパンって言われて、きれいな本出来上がって、うん、で2回目をまたお願いして、なんか1冊目の本はですね、やっぱり7、80万は出していいじゃないですか。元を取れる。絶対取れる。その第一番目の取れるやつは自信ができることね。自分に自信ができる。もうやっぱ
ぱりね、それから書店ルートに本が全国並ぶでしょ、本が。本当嬉しくてしょうがない。カエルさんなんかもう自分の本をよそに行って並べまでしょったから店員さんから怒られたっていうんだよ。ここ一番見えるところにね。いや本当普通にしてたよ。そうやね、まあ、裏な。でも分かる。分かる。自分の方がこれになった。店員さん、ちょっと万引きじゃないよ。やるよね。やるよね。気がすりすぎる。店員さん、びっくりしたわけで。もう自分の本が売れるとさ。だから見に、行くたんびに見に行っちゃう、2、3冊買ってくれるから、もう本当から。だから、ここがあればここ行けるから。だから、ぜひ、ね、あの大店さん、本出してくださいね。で、出版パーティー開こう。それで、ぜひね、集まったら楽しいじゃないですかね。うん、なんか私も本出してですね、それで、まあ、なかなか消えちゃう。今19冊目出てまして、書店ルートで19冊、今やってるので20冊目、書店ルートで、ね、なんかあのテキストは別にして。だから国語が4学期ずっと行って、バカのクソのと言われて、20冊本が書けるとかね、信じられるんでしょ。できるんですよ。うん、で田舎の書き手の三流の書き手だったら出版社も今売れ残って損が出るから、だから1000冊か1500冊買いますと、心配なら売金払いますと。で書店出版社っていうのは当伴日版に売って、それから本屋に行って並ぶけど、これがこう払って、これがこう払うの半年後なんでお金入ってくるの。だから出版社っていうのはものすごい、あの最初のうちは資金繰り苦しいんですよ。だから資金繰りに苦しんでるんですね。ですからその1回目のゲラ釣りのいわゆるその構成が、1回目の構成がきれいに出来上がって、目次付けとか章立てが全部できてきた段階で、その私が買い取るお金は銀行送金で、側金で払いますって言ったら、もう向こうの編集者がこれによだれがあったら、また下がってしまう。はい、お願いします。私も最初の時は全部もう、あの1回の構成の時にバーッと払ったね、150万とか200万とか。ただまあ、スピードの速いこと、速いこと、親切でね、やっぱりもう、ガーン、やるべきものを出すことね。そしたら、みんな向こう協力してくれて。ということで、ということでお手元の5ページの方ね、ちょっと話が長くなったんですけど、ということでね、著作権をある程度守っていただいて、使っていただくのは自由で、今加代さんが言ったように自分の指導先の中で、ちょっとユニークな会社があったらそれを紹介してね、でその紹介する先の取材もライターさんにお願いすればいい。その社長来てもらって取材すればね、慣れた人ならもう、10ページ分ぐらいの書きだったら1時間ちょっとインタビューすれば10ページ分ぐらいもうすぐあのパッとやるからですね。それから商標登録についてはご承知の通り、一番下ですね、東京にありますランチェスターシステムズの田岡恵子社長の方でランチェスター戦略何々についていっぱい取ってありまして、ランチェスターって看板上げたらもうすぐ内容証明が来るんですね。で私ももう何回も来まして、その次来たのが代理店さんで、第1号で来たのが西谷さんのところで3回来ました、うん、内容証明。その次来たのが茅野さん、うん、それで茅野さんが怒って自宅まで押しかけて、それから来なくなった私なんか4通くらい来た。ただ、ね、出版はあのダメにされたんですよ。日本能力協会のがダメになったし、やらせするからね、電話かけて、いや、カエノは裁判中の男です、うん、内容証明出しただけなのに自分が、うん、もう内容証明出したらね、もう裁判になってるように言い出すの、うん、まあ、すごいから、うん、なんか私も内容証明もらったら、先生大変ですね、後半はいつ頃あるんですかって言うか、何ですかって言うか、こんな風に裁判になってるって聞きましたよ、そんなのあってないよびっくりしたわけで、そんな風に言われるの
なんか専業主婦でずっと長いこと来てあったからビジネス知識がまるでないのね、田岡その嫁さんね。なんか内容証明出したらもう裁判になると思ってやるわけ。うん、それで、川岡先生の奥さんが商標を取るでしょ。商標を取ってここで登録が完成しますねって出願日で決まるから。だからこの日で商標ランチェスター何々で決まったとしますね。これから後のは商標権が発生するんです。ところがそれよりも前にランチェスター何々ですでに経営をしている会社は例外扱いなんです。そうしないと、うまく繁盛してる店があって商標を取ってなかったら、こっちが商標を取って登録できたら、いやいやいやと押しかけてって、これ1000万で買えて言えるでしょ。田舎にほら旅館、田舎の隠れた流行ってる旅館とかお菓子屋さんとかあるじゃない、ね、で商標を取ってないって調べたらバーッとやって、いやいやと押しかけて、中国のほら、なんとかで一緒よ、うん、だからそれを保護するために商標登録取ったけど、それよりも前に同一商号かそれに近いもので経営してる人は例外でね。